一発目にトムちゃんの西のシェルダーで入れるね、はい、一発目に、はい、おはようございます。10時になりました。市原 FM 石井睦子の昼までワイド、これからの2時間生放送でお届けしてまいります。今日は嬉しいことにゲストが見えてますよ。さあ皆さんどなたでしょうか。ちょっと最初にお声だけお願いします。おはようございます。おはようございます。あら、ずいぶん可愛いお声、誰かしら。今井智美です。じゃあ智美ちゃん頑張ってくださいね。頑張ります。なんか私まで映っちゃいましたけれども、まあ、皆さん、突然でしたけれども今日のゲストは今井智美さんで、今日これからの2時間智美さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で今日の曲、最初の曲をこれからお届けいたします。ダメだな、ダメだな。じゃあちょっとごめんね。出た。違う曲にします。ごめんなさい。私の曲じゃなかったのですか。今日のオープニングの曲、トレインということでお届けいたしました。改めまして皆さんおはようございます。今日は今井智美さんゲストにお越しいただきましたので、今井智美さんの近況、そしてこれからのライブの予定なども含めてたくさんたくさん皆さんに知っていただこうということでの今日の時間ということですから、ともちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当になんか1曲目私の曲だったはずなんですけど。ごめんなさい。いいですよ、もう慣れてるから。やっぱりなと思って。これが石井睦子の今までオペラの番組なんですよね。石井さん優しいなと思ったんですよ。一発目はじゃあトムちゃんの曲から流してあげるからねって。もう必ず何曲か今日はですね。いや気持ちだけでも嬉しい。慣れてます。まあ今日はですね、特別の満月ということで、はい、ハンタームーン、ハンタームーンですよ。うん、ハンタームーンといえばトムちゃんはどんなことを思い出しますか。なんか今年一番地球に月が近い満月なんですって。芸術とかアーティストとか自分でこう想像する人を作る人にとってはいいお月様なんですって。だからこう、お願い事をして自分の、歌を磨きたいなと思ってます。ぜひぜひまたね、ともみさんの魅力をたくさん皆さんに発信できるようにと、はい、本当ですか。大丈夫ですか。発信できますかね。今日は最初からちょっとツッコミが、うん、はい、今日はちょっと容赦なくいきたいと思います。今日はともちゃんでになっちゃいますんでね。はい、そのうちこの場所もなんかともちゃんが座ったりしてね。今井ともみの昼までワイドとか言って、ね、うん、今日はハンタームーンということなんですよね。その地球に一番近いということで、うん、パワーがなんか宿ってるらしいです。パワーよ、来い来いって感じですね。ともちゃん、今日すごかったですね、駅。駅、そうなんですよ、うん、あの選挙でね、岸田元首相が、うん、ということで、もう、うん、SP の方もたくさん見えてましたね。最初はね、びっくりして、え、何何って言ったら、もう、うん、テレビカメラもあったりとか、そうすごかったですね。すごかったです。ともみさんのね、ちょうどコンサートで、うん、そうなんですよ。だから27日が投票日じゃないですか。期日前投票して、うん、私のコンサートに遊びに来てください。そうですね、うん、行く予定の方、行かれる方はですね、はい、ぜひしっかりと投票を済ませてから、うん、ということでよろしくお願いします。はい、あ、ちょっとですね、ともさんコメントが入ってますよ。はい、中島さんですね。あ、中島さん、ありがとう。ともちゃん昼までワイド出演おめでとう。ありがとうございます。虹のセレナーデ、いい曲ですね。10月27日、秋のシャンソンコンサート、楽しみにしています。友達と2人で行きます。頑張ってくださいって、すごい。ありがとうございます。嬉しいですね。この27日のコンサートは、はい、だいたいシャンソンが中心ですか？シャンソン7割、ジャズ2割で1割が、あのちょっと歌謡曲みたいな。え、こういう歌歌うのっていうような懐かしい歌とかも入れてあります。はい、じゃあ逆にあの親しみを感じやすい時間でもあるということでしょうかね。そうですね。あとあの越路吹雪さんがあの生誕100周年なんで、越路さん の、あの代表的な曲もうちょっと入れてみようかな。じゃあ本当にいろいろシャンソンあり、ジャズあり、歌謡曲あり、うん、はい、越路吹雪さんがありと、はい、ちょっと私も司会のお手伝いをさせていただきまして、はい、もう嬉しいです。もうね、はい、ちょっと頑張ってまた勉強しながらですね、ともみさんなので
なんでそこで笑うんですか。いやごめんなさい、いや本当はねお客さんで来てくれるはずだったんですけど司会やってくださいってね言っちゃったから。本当に、とんでもない、嬉しいですよ。私司会をしてもらう歌手なんてそういないですよ。大御所先輩方のとかも見てるんですけど、あのぐらいの規模のところで司会レベルなんてすごい私恵まれてるなと思って、そう言っていただけたら。司会をしてもらって秋ってシャンソンって似合いますよ。似合いますよ、なんか寂しげな曲とかね。ちょっとこう肌寒くなってきたりとかすると、ね、あと夜の時間も長いので、なんかこうちょっとシャンソンって心に染みるなって。ますよね。しかも枯れ葉とかいうあの代表的な曲もあるので。ありますね。もう秋といえば本当に食べるものだったり。サンマ食べました？サンマまだなんですよ。こう大量っていう割にはまだ細いですね。細いですよね。ともみさんはお酒よく飲みますよね。はい、大好き。もう本当に好きそうな声ですよ。好きですね。今の時期はどんなの飲みますか？私あのビール、晴れ風っていうビールと、あと白ワイン、あと日本酒、あとウイスキーもいいね。みんなじゃない？いやでもあの石井さんに、あの日本酒を教えてもらったようなもんですか？そうでしたっけ？はい、そうでしたね。いやそういう私はあんまり普段は日本酒は飲まないんですけど、ね、あ、そうなんですか。はい、まあ、どっちかというと手軽に飲めるビールとかワイン、でももうねここのところ、飲まなくなりました。え、なんで？なんとなくね、飲まなくてもね良くなってきちゃった、だんだんのいろいろとお年頃なのでね、いろいろ考えながら飲んでるんですよ。いや私もそうなるかしら。石井さんぐらいの年なったらそうね、まだ当分先でしょ、はい。でもやっぱりビールといえば何がおつまみ？枝豆です。枝豆美味しいわよね。あの私が住んでいる君津では非常に今その枝豆の収穫が盛んに行われてまして、はいはい、あの噂の小糸在来噂の小糸在来が本当に美味しいんですよね。ではどんなものが小糸在来なのかっていうところをちょっと深掘りしてですね、地元ならではの、はい、もうちょうど昨日もらったばっかりなんで、そうでしたか。君津市の小糸川流域で古来守り育てられてきた大豆の在来種小糸在来の研究栽培に地元生産者団体が取り組んでいます。で、君津市では今月秋と旬という小糸在来を味わい楽しむイベントが目白押しなんですよということで、君津市民文化ホールがあるんですけれども、はい、こちらの駐車場の南側にずっと広がって、この農場約 40R を使って19日午前10時から午後3時、はい、今週の土曜日ですね、小糸在来枝豆収穫体験会、お体験会、はい、が開かれるんですよ。で、指定の30キロ用の米袋1つに抜いた株ごと詰め放題で1,000円。あ、安い。すごく安いじゃないですか。安いですよね。安いですね。で、君津商工会議所で、市民文化ホールの駐車場に地元食材仕様のキッチンカーもですね集めて、君津のキッチンカー祭りを同時に開催するそうなんですよ。で、小雨でも結構しちゃうぞみたいな、はいはい、で事前予約を進めているということなんですよ。ですからあの19日にお時間のある方はね、ちょっと覗いてみてもいいかなと思います。ビールのつまみで夏のイメージがあるが秋が旬ですよと、気温もちょうどよく屋外のレジャーとしてお子さんからお年寄りまで楽しんでいただけると来場を呼びかけているそうなんです。君津の自慢ですね。ですね、ともみさんビール飲みすぎないようにね、はい、わかりましたということで本当にビールに美味しい小糸在来のお話、皆さんにお伝えいたしました。ありがとうございます、はいはい、さあ続いてはですね、ともみさんのまたオリジナル曲を皆さんにねお届けしたいと思うんですけれども、はいはい、この歌にまつわるエピソードなどありましたら、ちょっとお知らせください。これはあの木更津に住む作詞家の安井先生っていう方が作ってくださったお母さんを思う曲なんですけど、ね、今日は石井さんのお計らいで生歌で歌います。シシベル動画で急に決まったことだから。母のサザンカ聴いてください。歌っていただきましょう。今の曲さんでサザンカ。振り向けばあなたがそこにいるような。
そんな気がして佇んでいた。いつもあなたに褒められたくて頑張る私がここにいる。薄紅色のサザンカの花、若き日にあなたがつけたお白いの匂い、あなたが好きだったサザンカの花が今年も咲いたよ。生歌で生歌で、はい、優しい思いを込めての歌ですね、はい、ハラハラと心に舞ったその花は母の優しい面影の花。いつも私を見ていてくれた感謝いっぱい、ありがとう。薄紅色のサザンカの花、時日に教えてくれた思い出の花よ、あなたが好きだったサザンカの花が今年も舞ったよ。あなたが好きだったサザンカの花が今年も咲いたよ。ありがとうございます。母の花なんかです。そうでしたね、すごい素敵な曲でしたね。可愛 いですよね。可愛 いです。初めて、はい、聞きました。そういえばこういう歌もあったなと思って持ってきました、うん、はい、もう本当にね、ともみさんには、うん、即興でともちゃん歌って、生歌でもう急なお願いで、ね、はい、私も歌詞覚えてるって心配したんですけど、うん、いい歌でしょ、これ母が亡くなっちゃって、お母さんを思い出してサザンカが好きだったなっていう歌なんですよ。そうですね、はい、サザンカといえばね、寒い時期に綺麗に咲く、うん、はい、ちょっと椿に似たようなお花なんですけど ね、はい、椿はもうポトンとね首元から落ちるんですけど、サザンカはひらひらと花びらから落ちる。からこういうひらひらとって感じで、ね、ちょっとうるっとくるような歌なんです、ね、聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございました。ともみさん、あっという間の時間ですね。はい、早かったです。もう秋はいろいろなところでライブコンサート、10月20日の日なんですけど、立山の富浦琵琶クラブ、これジュークボックスのケイちゃんと、あとこの、のアーティストによる音楽祭というか、入場料無料でギャラリーでやりますので、よかったら来てください。ですね、はい、はい、ここでは私はあの歌謡曲、竹内まりやさんとか、ね、高橋まりこさんとか歌います。いいですね、はい、10月20日そして私の、シャンソンのライブ、10月27日これはコイトの、カフェベルウッドさんで、シャンソンジャズライブをやりますので、よかったらお願いします。はい、続きますよね。はい、忙しくなると思うんですけど、2週連続で日曜日頑張ります、ね、いい歌ですよね、ケイちゃん素敵、本当ジュークボックスの3人は、ね、本当仲いいですよ。素敵ですよね、うん、もう前世から絶対一緒でしょっていうぐらいなんかもう仲いいっていうかねどうでした、トムさん、久しぶりにね。面白かったですよ。もう相変わらず人さんの繋いどいてなんて言われちゃうとか、繋いどいて皆さんの秋はどんな秋ですか。まだまだこれから秋、いろんな楽しみ方がありますので、ぜひあなたらしい秋見つけてくださいね。さあ、それではそろそろ時間もね、迫ってきましたので、
石井睦子の昼間でワイド、皆さんどうもありがとうございました。それではまた来週、さよなら。オープン12時半、スタート13時半より演奏開始いたします。食事をされたい方は12時半に来てお食事をお召し上がりになり、ゆっくりしたロマンチックなムードで演奏をお楽しみください。夜の部はオープン17時半、演奏スタート18時半です。お酒やおつまみなどありますので、お食事をしたい方は17時半に入ってお食事を注文して、ロマンチックに夜の部をお楽しみくださいませ。皆様のお越しをお待ちしてます。